ブッチカウントダウンレディオ。さあこの時間お待たせしました、素敵なゲストの方スタジオに遊びに来ていただいております。ご紹介しましょう、スターダストレビュー根本かなめさんです。こんにちは。こんにちは。じゃあ、もう本当に遊びに来たから、久しぶり、2年ぶりぐらいだった。でもズームで繋いでるんですよね。ズームでお会いしてる。そうだね、ズームじゃないけど電話かな。そうでした。そうかな。ありがとうございます。もうね、今音色でお分かりだと思いますが、今日もねギター片手にご登場、はい、すっごい可愛い、ちっちゃくて。そうなんですよ。これキッズサイズなんですか。はい、これテイラーのショートスケールってやつなんですけど、最初にギターを持つときって、やっぱギターって、僕が始めたのって小学校5年ぐらいだったんだけど。かなめさん5年生？うん。本当に家にたまたま兄貴たちと一緒に買ってもらったギターがあったから、でも、手もちっちゃいし、鳴らないし、その悪い癖がずっと今も出てるんだけど、ギターって、最初は、それこういうね、こういうやつなんだけど、でもこれが鳴るようになるとね、本当に楽しいんだよ。これもともとクラシックのギターだったんだ。全然僕はもう全くもう耳で覚えて、最初にエリック・クラプトンが僕に囁いたんですよ、お前はギターをやれって。そこからですよ。だから誰に習うこともなく、俺の先生はレコードのエリック・クラプトンだった。だってあの当時まだ教則本なんで、そんなまともにないし、ミニコピーですよね。どれぐらいで弾けるようになるんですか。それはのめり込みようにもよるかもしれないけど、1年も経てばある程度音出てくるし、なんだってまずギターを弾きたいのか歌を歌いたいのかで違うじゃん。やっぱり歌いたい人はだってほら、こういう伴奏ができればいいんだから。でもギター弾く人はもうそれこそクラシックじゃないけど、いろいろやるし、これはねギターっていうのは独学でやっても面白いものができる。そうか、だからちゃんとやりたい人はやっぱり先生につくのが一番。だけど独学でやって面白いギター弾く人もいるからね。あ、そっか。いや、うちの息子が始めたんですよ。で今 C が弾けなくて、昨日 G が鳴ったっていう話を今したら、これだけバッと教えてくれたっていう。かえちゃんの、いくつ子供は。小学校1年生。ああ、もうそっからやったらもう夢はスーパーギタリストだ、本当に。そうそう、ヤイリのね、ちっちゃいギターで弾くんですよ。カルマさん、やっぱりコツはもう毎日5分でもいいから触ってろ。体の一部にしちゃうのが一番じゃないですか。ちょっと硬くなってきたって言ってましたね。あ、それそれ。でね、ギターのいいとこってね、本当に人間サイズなんですよ。これピアノとかだったらちょっと大変だし、音も大きいから。もちろん今は電子ピアノとかあるから、その音も調整できるけど、ギターって本当にちょうどいいぐらいのやり方があるから、それでそういうこと夜中とかうるせえなって言われたら、ちっちゃい音でこうやって、これも練習だ。だからやっぱりその大きい音とこういう音を両方やるようになると、そのなんていうセンシティブなね、その指使いとか、その心にもありますよ、そういうのが。人に気遣うとかね。そうか、これはいいと思う な。身近に楽しめる楽器。そうですよね、はい、すごい嬉しいな、という私とギター私とギター。来週は私とギターその2をお届けいただきます。本当本当。さあ根本かなめさんです。ありがとうございます。久しぶりですよ。ツアーであちこち回ってらっしゃいますが。本当だよ、ね、去年僕たち80公演ぐらい日本中回ってたけど、コロナ禍でね、あんまり声を大事にして言うとさ、また叩かれちゃうから、あえて言わなかったけど、去年80公演やってたの俺たちぐらいしかいないと思うんだけどね。80公演っていうと何日に1回になるんだ。だから368ですよ。あの80ですよ。3日4日ね、日編ですね。だからこれそれでもね、万全の対策を施して、そうだね、皆さんにもご協力いただいて、はい、前後左右開けるとかね。これはね、ありがたいことにね、本当にこの80公演の中で感染者のね報告もなく、まあ最もね、今何がどうやって感染対策をしていいか分かんない。でも僕らはガイドラインというのがあるから、はい、一応それに従って皆さんにもやっていただいてるから、ちょっとお時間かかるんですけど、でもね、やっぱりこの時期だから見られるもの、僕らのライブってコロナ対策用ライブなんですよ。内容がお客さんは拍手を用いてですね、用いてなんていうんですか、ライブに参加してくれるんだけど、どうせなら面白いことやろうということで、なんとですね、ストーリー仕立てで、ステージをですね3時間にわたってお芝居になってるんです、でこの福岡がね、サンパレスがエイリアンに侵略されてしまって、
声が出せないという状態で始まるんです、はい、で僕らはそのエイリアンからこの地球に平和を取り戻すために戦いに行くんですけど、うん、その武器が音楽と拍手なんです。なるほど、はい、だからこれねお客さんすごい大きな拍手を送ってくれるんですよ。ありがたいことに。もうね福岡3公演目です。あ、そっか、はい、九州筑後に続いての今度、はい、明日が ね、 明日ね、いよいよちょうど半年に一遍ずつぐらい来させていただいて、ね、僕らにとっては九州のファンにとってはめちゃめちゃ嬉しいんですけれども、そんな中じゃあ順番的にこっちからいこう、うん、ちょっとリリースものを先にご紹介したいと思いますが、はい、まずは噂のザ・チャイチーズ、はい、ブルーレイ DVD&CD リリース決定。これね4月に出るんですけど、はい、チャイチーズっていうのはまあ、音楽業界用語でそうチャイチーちっちゃい子というんですけど、そのスタジオミュージシャンのちっちゃい人たちを集めて、うん、その代わり超一流の売れ行きの人たちで、はい、ギタリスト佐橋義行、はい、キーボーディスト、が名場博さん、そしてベースが、根岸隆宗、うん、そしてドラムが川村康介という、はい、本当に日本でも本当にファーストコールの人たちを集めて、うん、僕がそこで歌っているライブアルバムなんですけど、なんとこの曲がですねそれこそ沢田健二さんから、はい、小泉京子さんまでもう本当にこのメンバーがレコーディングに携わった曲と そっか、はい、それとあと日本の名曲をやってるということで、はい、山下達郎、小田和正、うん、鈴木茂、はい、JUJU、うん、もうすごいたくさん名曲を集めてライブアルバムを作りました。はい、これはもうだから音楽のいろんな幅、それからなんだろう心意気、いろんなものも感じていただける、うん、もちろん曲そのものもそうですけど、そうですね、CD は、2枚組で、はい、基本的にはもう音楽を聴いていただく、うん、で DVD ブルーレイは MC まで含めて、はい、これMC はね大事なんですよ。このなぜこの曲をやるのか、うん、ね、うん、こんなもん CD だとめんどくさくてしょうがないんだけど、DVD においてはね、これで映像チラッと見たらその曲やるための説明が10分ぐらいあってね、でそこからバラードの悲しい曲やるのに MC で笑わせてどうするみたいなね。そうなんだよ、で曲 2曲分ぐらいできる MC やるんだけど本当にだからまあそれも含めてこのチャイチーズ、うん、なかなか面白いのができたんでですね、もし聴いてまた見ていただけたらと思いますけども、はい、それからさっきギター始めるならって話が冒頭にありましたけど、もしキーボードなりベースなりドラムスなりね、うん、そう、そういうの始めようと思ったら絶対先生としてねその映像を見るべき、うん、そんなメンバーですから、これついつい皆さんね一般的には僕別に間違ってると思わないけど歌を聴かれるじゃないですか、うん、ね、7割8割歌なんですけどもね、演奏する人たちあるいはアレンジ、曲を作る詩を作る、そういう人たちによって音楽が出来上がってるわけで、その歌だけじゃないそのどのように音楽ができてるかをこのね CD とかライブできっと知っていただけると思うんで、はい、そうすると音楽の楽しみ方が3倍4倍になるわけですから、はい、はい、さあそしてもう一つ、うん、マウント富士楽園音楽祭2021のブルーレイ DVD&CD リリース決定、はい、これが5月25日、はい、こちらはね僕らの去年の夏のツアー、それこそ80公演のうちの、はい、一つですけど、40周年だったんで、はい、全てシングル曲で、うん、まとめたんです。これはね40年分のシングル曲だと思います。すごいよ、ね、63曲あったの。僕ねこのシングル曲をやるにあたってみんなどれぐらいシングル出してんだろうと思って、はい、ウィキペディアですけど見てみたの、うん、で大体一番多そうなのがアイドルの人とね、ジャニーズの、はい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 、でアイドルの人って意外と短命だから、うん、割とそんなに数多くないけど、うん、そのアイドルの中でも長い例えばスマップとか、うん、嵐とか、うん、ちょっと調べてみたら大体60枚ぐらいだったのシングル、うん、で 俺たちと一緒じゃねえか、ね、そうだ、でも圧倒的に違うのはヒット曲が多いってことは、僕はね俺たちは皆無だからねしょうがない。でそれでじゃあ一番は誰だろうって見たら、うん、僕なりに調べると五木ひろしさん、120だか40だかすごい数出てる。やっぱ演歌の人はすごい、長いし多くて、うんうん、だ僕らも全然足元にも及ばなかったけど、まあでもねその63枚をですよ、ヒット曲もなしに出し続けるこの無謀さが僕らのやっぱいいとこだとね思っていただきたいと思いますよ。それはシングルあったシングルヒット曲あったらね、それは楽ですよ随分と。63曲シングルあって途中であれってなる曲もあるんですか。あれっていうのはどういうこと。なんか途中でコードちょっとそれこそ忘れちゃったとかはない。それはね会社全曲ですよ、うん、そんな40年前やったらね全部覚えてるわけじゃない。最近僕もプロンプター置いてるんですよ、まあ全部が歌詞出るわけじゃないですよ、キーワードが書いてある、だから1曲1枚ね、じゃないとほらスタッフ動かすの大変だから、うん、カラオケみたいにあんで動いてたら1曲1枚置いてあるんだけど、書いてあるにもかかわらず間違えるんだよこれ不思議だよね。
ただ他のバンドと違ってスタレビがすごいのは、間違えたら間違えたとお客さん、なんだろう、あのやったーっていう嬉しい気持ちになるの。これは歌詞は生き物だから毎回ね、これ僕が歌ってんじゃん、僕が歌ってんじゃないのよ、怒涛の。そうなの、歌詞が歌わせてるの。なるほど。俺はただのね、この人間の意を借りたね、あの歌詞のね、なんていうの、権限ですよ本当。それだけで、だけどもともとボーカリストになるはずじゃなかったんだ。そうなんですよ、僕は。じゃあだから間違っていいんだ。間違っていいの。そうそう、進化、もうボブディランと一緒。あのね、間違いという流れ、これはね、どんどんアップデートされていく。じゃあアップデートでいい、うん、今日現在の一番新しい曲を皆さん。そう、もうじゃあそうそう、マウント富士楽園音楽祭2021、はい、5月25日これはシングル曲のみで、あのやってる面白いあの DVD できました。はい、さあ、そしてここからが本ちゃんですけれども、はい、スターダストレビュー、うん、まずはおめでとうございます、40周年ありがとうございます。ライブツアー年中模索、しばらくはコール&ノーレスポンスで、はい、いよいよ明日が、はい、九州が、あの福岡県管内で行くと北九州筑後に続く3回目、はい、福岡サンパレスホテル&ホールでオープン4時スタート5時、そして日曜日が今度は長崎県佐世保に行きます、アルカス佐世保大ホールということになって、はい、先にお問い合わせ言っておきましょう。お問い合わせ B です。はい、092-712-4221 092-712-4221 番 B までお問い合わせください。はい、これね今このコロナがねちょっと増えてる中で、皆さんもご心配なところあると思うんですけども、うん、尾身先生もおっしゃってたようにですね、ステイホームの必要はないだろうということで、うん、だからあの僕らも感染対策をしてちゃんとやってます、うん、もちろん皆さんもですね、あの大声出して騒げることはできないけど、うん、この音楽、この時期に音楽聴くと心ね温まりますし、はい、何よりもコロナ用に、対コロナ用に作ってあるライブですから、ぜひこの時期しかできないライブをご覧になっていただきたいと。胸が熱くなると思うな、はい、政府自治体各会場が定めるガイドラインに沿った上で、新型コロナウイルスの感染拡大防止対策に最新の注意を払い、感染対策に万全を尽くして開催いたしますので、ぜひ皆さん、楽しみに来てください。はい、本当に面白いです。これはもう多分同じセットリストでも楽しめるもんな。毎日ね、曲はね、あの今まで今回福岡3回目ですけども、はい、6、7曲変わってんの毎日。そうなんですね。それってどういう基準で変わっていくんですか。あの今回年中模索というアルバムを持ってのツアーなんで、その新曲はやっぱり聴かせたい、うん、それ以外の曲って、うん、大体ね300曲以上あるのようちって、うん、でその曲たちをあの日替わりでいろいろお届けする、宝探しに行く旅なんですけど、その宝物がいっぱい出てくるわけですよ、うん、なんで、ね、いろいろ日替わりでやってますんで、うん、それとさっき言ったね、はい、あの逆にマイナスにとらわれがちな、うん、でも自分たちの武器として何があるかっていうと拍手があるし、うん、気持ちさえそっちに持っていけば、うん、みんなで楽しめる、うん、本当ですよ。みんな今ねミュージシャン配信とかやってるじゃないですか。やっぱね戸惑ってると思うんですよ。やっぱ僕らがおそらくね、全てのミュージシャンがいかにお客さんの拍手で自分たちが救われてきたかっていうのを今ミュージシャンが再確認してると思う。本当にライブやって、あのなんていうんですか、配信やるでしょ、でバッと終わって拍手ないとむちゃくちゃ違和感ある。あのね、不思議なことにリハーサルで同じことやってんだよ、はい、同じことやってんの何とも思わない、リハーサルって。ところさあ本番行きますって言って配信始めるじゃないですか。で終わってダーッと終わっても拍手ないとすっごい戸惑うの。今俺が歌った原因この気持ちはどこ行ってんだ、本当に俺に腕押し状態でね。あと一つ気づいたのはね、拍手もらってる間にね、何考えてるかっていうとね、休んでるんですよ僕たちって。その休みがないの配信は大変だよ。いやいや、でも要さんの、うん、まあ、スタルビーのね、うん、有観客を想定すると、うん、他のメンバーは休めるかもわかんないけど、要さん休んだとこ見たことないもん。でもほら拍手で頭下げてる時は、うん、なんかね、首相な顔して休んでるんですよ。でちょっとそれでおしゃべりの量が減るってことないんですか。ない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 、やっぱ休まないんですよそこは。主はおしゃべりだからね。だってなんていうの、音楽を聞くのはいつでもできるんですよ。主はおしゃべりだから、ね、トークは今の瞬間ですよ。切り取ってるからだから、いやこれは一番大事なことなんで。そうか、はい、そうだった。あの僕たちは今忘れてた。うちのウィキペディアとかに、うん、あのトークが長すぎて曲が減ったって書いてあるんだけど、これは間違い、うん、トークが長すぎてライブが長くなったっていうのは、そうそう、で曲はちゃんとやってるっていう、 それは誰か直して、本命ですから誰か直して、はい、まずおさらいすると、はい、いよいよ明日スターダストレビュー40周年ライブツアー年中模索、福岡サンプレスホテル&ホールで行われます。日曜日は、場所を佐世保に移しまして、長崎県アルカス佐世保大ホール、お問い合わせは B までということになっています。それからもう一個お知らせがあって、うん、ちょっと先になりますが、6月の4日が埼玉、6月の11日が大阪城ホールで、
スタレビ40周年東西合わせて108曲煩悩ライブを開催。花見さん何すかこれ。これね40周年で、20年前に100曲ライブっていうのをやったんですよ。ギネスにも登録されましたけど、でなんかもう一度面白いことやりたいなと思って、40周年なんでさすがに100曲お客さんに我慢させるわけいかないんでと、まあ、地元の埼玉とそれから、まあ、あと、まあ、西日本では大阪というところで、58曲ずつ別の曲をやろうと、はい、ただそうすると116なんだけど、一応ライブには欠かせないお約束の8曲があるからこれは、噛むよと、両方兼ねるよというところで足して108曲煩悩ライブ、なるほど ね僕ら別に煩悩落としのためにやるんじゃなくて音楽なんて煩悩の塊だからみんなだからその煩悩を意識しようとみんなね煩悩があることによって僕らこうやって生活してんじゃないかと楽しみもあるしね、はい、悔しさも出てくるわけだと。しかもこれ6月4日の埼玉スーパーアリーナ、6月11日の大阪城ホール、これ要するに有観客なんですが、です、はい、同時に配信もやる。そうなんです、チケット買っていただくともちろん両方配信もあるんですけど、チケットにはもう片方の配信もついてくる、だからもちろん108曲全部配信で見ることもできますけども、コンサート片っぽ買うともう1個の、配信もついてくる。なるほどね。ということはそうよ、どっちか行けば、で配信であれば、全部の曲を、そうなんです、楽しむことができる。108曲全部楽しんでいただきたいですよね。格安でありますんでですね。いや、あと当日はね、埼玉おっさん展っていうのがですね、同時開催で僕たち埼玉なんで埼玉も紹介しなきゃいけないなと思ってまあ、ロビー使って埼玉おっさん展っていうのやってるんです。しかもスタレビのメンバーの皆さん、埼玉県なんですけど、行田だったりどこそこだったり、みんな結構ちょうどいいぐらいバラバラなんですよね。そう、これまたね、北関東のですね端っこなんでですね、ほらなと埼玉の映画あったじゃないですか、はいはい、飛んで埼玉、飛んで埼玉、あれだって行くともう完全に群馬県になってるんですけど私たちの地域はね。でも楽しい楽しいライブをね一日楽しめるといいな。俺はもうなだスタルビはね、どんな逆境にあってもそれをプラスに変えていく、何だろう、そういう力があるな。なんかね、そのポジティブに考えれば、やりようはあると思うし、それによってね、なんか沈むよりは、よし、じゃあ明日のためにこれならできるな、これはできないけどこれはできるなって、このできる方に目を向けていくと意外と面白い人生があるかなと。なんかいっぱいそういうのを目にしてきたんだよね。例えば電源飛びました、じゃあアカペラやれるじゃんっていう福岡大学ね、そう福岡大学の学園祭初めて行った時、全部真っ暗になっちゃって電源飛んじゃって楽器の電源は生きてたのね。そしたらスタッフが車乗りつけて、野外だったんだけど車乗りつけてヘッドライトで照明してくる。そしたらその時、この間ね、僕が久しぶりにライブ行ったんですけど、僕が初めて見たライブは福岡大学のライブで、あの時に実行委員会の人たちが、ヘッドライトで照明してくれたライブを覚えてます。やっぱり俺の記憶はそのまま正しかったんだみたいなことを証明してくれてるってね。証明だけです、まあ、そういうことですよ、はい、素晴らしい。今日はね、俺ね、曲かけなくていいよって言ったの。そうそう、さっきスタッフから聞いて、なんでかっていうと別に今この推し曲もないんで、あるんだよ、一応あるけどさ、何を言ってるんですか。スタジオに出てきたことが嬉しくて嬉しい。でしかもこんだけ喋り倒して、一体こいつは誰だみたいなことをね、今ラジオの前でな、ちんぷんかんぷん、もうその人もいると思うんで、僕は今日はもうギターです。はい、じゃあ一曲歌わせて お帰りいただくような感じで、お帰りいただくのいいですか。そう言ってくださっていいんだけど、今日は生でね、やったね、嬉しいね。まだ歌わなくていいんだったらいいよ、大丈夫大丈夫、時間的にはどうなの、言って大丈夫ですよ。本当に、じゃあもっとなんか久しぶりの話するの歌が何分ぐらいを歌っていただける、ね、それぐらい3分半に収める、3分半に収める、3分半に収める、じゃあもう歌ってって言ってください。よし、わかった、じゃあ3分半の歌聴いてください。はい、じゃあ明日皆さんあることを楽しみにしてます。ポーチカウンターフライデー、遠い昔のことさ、夢で見たんだ、燃える空に包まれて光る中を駆け巡る時、君は舞い降りてきたの、どこかで出会ったことのある懐かしさ感じて、 Mysterious Love
マスク取って歌わせていただきました。すいません、この時間スターダストレビュー根本かなめさんにお越しいただきました。どうぞ皆さん、明日のライブをお楽しみに。じゃあファンの皆さんに最後に一言お願いします。楓さん、その涙嬉しいです。ありがとうございます。もう本当にコロナが終わったらいいですよね。ねえ、どうぞ皆さん、ラジオの前でも大きな拍手をお送りください。スターダストレビュー根本かなめさんでした。